33歳、社会人男性で最近メダトロン検査というものを YouTube でよく受けるのですが、ひろゆきさんどう思いますか波動で体の健康を見たり、自分に合う食事を知ることができるのですが、ヘッドギアを頭につけるだけで、本当に体の状態がくければよいか少し疑問です。YouTuber のラファエルさん、桜海さん、水沢ボンドさんが案件されているので、自分で見てもらおうか気になっています。やめた方がいいと思います。 あの結局医療系で本当に役に立つものがあれば普通に病院で使えるようになってます。なのであの病院に導入されてないっていう時点で役に立つものではないと思った方がいいです。はい。要はあの治験をやってますとかじゃあ,あのこれが効果ありますよとかで論文があるんですけどあのメタトロンって何んすかあのそのなんか電気に変わる特別ななんかエネルギーであのジャイアントロボとか動かすやつですか。 あのまあ本当にそのメタトロンというエネルギーが存在するんだったらまあジャイアントロボとか動かせばいいと思うんですけど要はそのあんまり、まあ、言い方悪いんですけどあんまりその知識のないインフルエンサーをがなんかコロッと騙されて宣伝してるようなものを真に受けるのは良くないと思うんですよね。その大学の先生とかがあのこういうものですよって説明してるんだったら全員いいと思うんですけど。 その、あの、どちらかというと、そういうなんか論文とか読めませんとか、あの、英語得意じゃないですとかっていう人が、なんかすげえって言ってるのを真に受けるのは僕はどうかなと思いますよ、はい。